ついに下痢が収まりました。いやー長かった。マダガスカルで大腸菌にやられて10日間連続で PP が続いていたんですけど、今日朝起きて出ないことに気づき良くなったと思う。まだ朝なんで、もしかしたら午後からまた PP になるかもしれないんだけど、今のところ快調です。ということで今日は今年になって初めて外出しようと思います。今日はもう今年初ロンドンで外出ですね。カムデンというところに行きたいと思います。カムデンっていうのは、まあ、マーケットがあったりしてお買い物が楽しいエリアなんですけど、ロンドンの中では結構若者街みたいなところかな。原宿みたいな感じでいろんな雑貨屋さんとかちっちゃいお店がバーって密集してるようなエリアです。そこでランチをしてちょっとマーケット巡ろうと思うんですけど、ちょっとね天気が良くないね。まあ、1月のロンドンのデフォの天気って感じなんですが、あ雨は止んだけど風が強いって感じかな。まあしゃあないね。人多いな今日。OK 着いた。やっぱさあカムデン駅着きました。ここね人が多いね、やっぱ土曜だから。今からまずは日本居酒屋屋さんに行ってランチを食べたいと思います。あけおめあけおめ。駅の前でどこにいた？そこのここで待ってて、ね、合流しました。あけおめラリサちゃん。あけおめ。今年初外出、初人とミーツ。よかった。今日の朝ちょうど下痢が収まって、トイレ入った瞬間下痢が出ない。治ったと思って。まだ油断できないけどね。あ、そうね。もしかしたらこれから食べてピューって、ね、ピューってなるかもしれないんだけど。トイレの近くにはいるように。トイレはちょっと目星つけて行動したいところ。なんかね、地図上だと。This street. Yes, it should be this street. All the Asian food is this type of line.Inside. Yeah, just ask them. Okay, thank you. これじゃない、これじゃない。東京レトロ。あ、2階ですだって。そういうことか。あ、これ？なんかおしゃれ。いいじゃん。下はマレーシアン。マレーシアンもいいね。こんにちは。予約一応したんですけど、それいいですか？イエーイ。お腹が緩いんで消化がいいもの食べたいなと思って、イタリアンとかじゃなくて今日は和食でねに来たんですけど、結構種類が豊富 でかつリーズナブル、10ポンド以下で食べれたりするからめちゃめちゃいいね。迷うね。とイギリスではめったに食べれない卵かけご飯っていうのがあるから、それもちょっと気になってる所存。ランチ定食もある。オプションズオプションズ迷いますね。明太子茶漬けとなんかおかず頼むわ。一品料理、明太子茶漬けと、そちらは唐揚げ定食。いいね、健康的だね。2023年初、はい、外食。いただきます。いただきます。いやーいいね、優しい優しい優しいやつね。わさびもちゃんとついてる。うん、うん、おあわさび、あわさび入れすぎた。いやわさび大好き。でも美味しそう、うん。あ、うち明太子どこ行った？行った。うん、どうですか定食は？出来たてから揚げです。めっちゃ熱いし、結構ボリューミー。うん。これで9ポンド。そう。やば。めっちゃお得。めっちゃ安い。ロンドンで9ポンドでこのボリュームはやばい。ね。普通大体倍しますよね。じゃあ2023年。今年の目標を教えてください。目標決めた？なんか考えた？まずは旅、とにかくもう旅に出る、うん、目指してる国が。この2月末に、チェコ。おお、前が言ってない言ってない、うん、
いいな。あそこ。プラハとか。プラハ、そう。5月に日本に帰る。もう。でもそれぐらい。南国は。ゆかこさんの新年の目標は。あんま考えてないんだけど。絶対決意してるのが、健康。まず、そうよね。去年、狂ったようにいろいろ旅行して、必ず体調崩してたの、睡眠サイクルめちゃくちゃなのと、多分声の出し方とか喉痛めやすいとか、いろんな要因があるんだけど、旅行行くと絶対風邪ひいてたの、風邪とか体調崩してたの、今年は体力つける、それは絶対、体力つける？どうやってつけます？まず睡眠、最近もう夜9時に寝て、朝6時ぐらいに起きてるんだけど、まず睡眠をちゃんとする、クロエの散歩をランニングに変える、あとジム通う、すごい、そうやって体力をつけたい、それは一つ今年の目標ですね。おー、皆さん聞きましたか？あとは去年達成できなかった10万人を早々に達成する、今は？今8万2000から、もうあと数ヶ月でもうさっさと10万人行きたい、頑張ります。それ2つ、今んとこね。お疲れ様でした。晴れた、曇ってるが降ってはない。ちょ、私カムデンちゃんと回るの初めて、行ったことない、ちゃんと通り過ぎたことはあるけど、ちゃんとカムデンマーケット遊んだことはない。じゃあ早速カムデンマーケット入っていこう。若者の街だね。ザ・ファッションとかヴィンテージとかね。このお店も面白いやん、雑貨屋さん、ちょっと面白い雑貨がありそうな感じよ。あ、もちろん。ナルトの模様みたいじゃない、このセーターも。すごいな、このアクセサリー。ちょっとうち的にはこういうの行ってほしいけどね。やっぱり今年旅行行くなら、そう、夏、全く意味のないサングラス。全然太陽ブロックしてくれない。うちね、恐ろしく似合わないんだって、こういうの。いや、やっちゃいましょう。え、待って、セーターとちょっと大阪のおばちゃん感が一気にいますから、やめて。大阪のおばちゃん、マジでね、ま、顔が丸顔はね、こういうおしゃれサングラス似合わないの。あ、いいじゃん。え、どうです、丸すぎるかな。まあ普通、普通よね、なんか別におしゃれではなかった。そう、普通すぎる。小物、あ、なんかちっちゃいあれなんだ、出店がそれぞれブースごとに出店が違うんだ。おもろい。え、指輪めっちゃ可愛いやん。あ、めっちゃユニーク。ね、ユニークだよね。こういううち、こういうごついの可愛いと思う。可愛い。スマイリー。可愛いやん。泣いてるけど。悲しいよ。悲しいよ。Yeah, you can adjust。あ、本当だ。ちょっと調節できるようになってる。12だって安い。何ここ、あ、これうちドイツのクリスマスマーケットで買ったハチミツキャンドル。あ、クリスマスやから、あ、クリスマスグッズがセールになってる。めっちゃかわいい、これちっちゃ、ちっちゃい、確かに17ポンド安くなってる。ちょっと気持ち悪い。ちょっと気持ち悪い。ちょっと気持ち悪い、これちょっと気持ち悪い、これやだ、目が多すぎる、やだ、集合体恐怖症の人は絶対モテない。ピンがいっぱい刺さってる。これも目ん玉じゃん、流行ってんの今、目ん玉。何、なんか流行ってんの、流行ってんのこれ。すごい、靴下がいっぱいある。デザインがすごいね、派手だね、アメコミだね、全体的に。あ、これロンロンっぽい。ネットフリックスいいよ。著作権という考えがない、カムデンには。著作権という概念をね、どっかに捨ててきたみたい。やり放題。ルフィーかっこいい。あ、なんだっけ、五条先生、五条悟。何でもありです、カムデン、面白い、無法地帯。これは靴にペイントしてくれるサービスか。大通りに戻ってきました。もう一個ね、メインの方のマーケットがあるので行ってみるんですけど、大通りのお店もすごいユニーク。見て、あの黄色い像の、すごいな、すごくない、ナマステ。本当にスタバもすごい、あそこ、あ、本当だ、スタバもカラフルだし、出店が
すごい道まで道路まで出てきてるし。これスタバですね。あ、ロンドンバス。これスタバ。スタバカラフル。もう何でもありカムデン、何でもありよ。やっぱなんかやっぱイギリス1月だけどそんな寒くなくていいね。うんね、うん、これ外壁がね、いちいちおしゃれやわ、うん、人がすごい、人すごいね。さすが週末。みんなどこ行ってんだろう。タトゥーショップ。ちょっとスリに合いそうで怖いね。気をつけよ。大丈夫。川沿いにあるのがマーケットです。あー、すごいね、人すごいね。こんな感じでちっちゃい屋台がいっぱいある。めっちゃカメラびっくりした。ぶつかった。いやいや、なんかカメラにお姉ちゃんが、すごい可愛いお姉ちゃんがカメラに。あー、すごい。バーガーだよ、バーガー。でかい。お腹いっぱいだな。デザート系がいいな、うん、原宿や、原宿。ロンドンの原宿や。あ、これよ、プリントみたいに今これ、これが有名なの TikTok で言う。あ、ヨークシャープディング本当だ、やってる。ドーナツ、ドーナツチュロス。あ、こんにちは。オレンジジュースうまそう、これ。その場でフレッシュ。これね、イギリスだから飲めるけど、アフリカだったらこういうオレンジジュース飲んだら下痢になる。部屋をなんかあったかくしてくれそう。お気に入りは、めっちゃ可愛いね。そう聞くとすごい儚い香りに見えるね。Excuse me? You speak Japanese? Wow! 上手。びっくりした。This one, real leaf. So this leaf here, here. I glued it to You made them? Yeah. You made them? Yeah. すごい。これはどんくらい、how long is this code? 5 meters. That's long enough. 日本語めっちゃ喋ってたね。北海道が好き。ちょっと買いたくなったけど、一旦いろいろ見てから決めようね。よくカムデンのインスタストーリーで見るこの傘のところ、すごい風で暴れてるよ。傘が大丈夫、これで雨降っても大丈夫。あ、すごい、川のいい香りする。レザー製品だ。その場で作ってくれるのかな。ちょっとなんかランドセルみたいで可愛い。あ、川のいい香り。ランドセルみたい。210、やっぱ結構するね。いい川だからね。フォースレザーじゃない？そう、きっと。いや、本当だ、うん、いい香り。 You can find unusual. I don't need unusual. You need this one. This is unusual. This looks simple but it's not. ハリーポッター。ほら、ハリーポッター。ちょっとフレームが、なんでラリアサちゃん似合うのかね。普通それ笑いポイントになるんだけど、なんか何で似合うかね。いや、似合ってないぞ。ね、これぞイギリスだよね、うん、でもガチでこういう格好してんじゃん、みんな。イギリスの若者、パンクロックな感じ。こんな、すごい。どうすか。どうすか。すごいな。日本のお菓子がある。トッポ、ポッキー、ジャパンクラフトって書いてます。気になる。あ、全然想像と違った。もっとなんか工芸品が売ってるかと思いきや、めっちゃフィギュア。めっちゃオタクだった。漫画全部あれかな、英語翻訳されてんのかな、うん、全部翻訳されてるやつだ。すげえ。ジャパンクラフトってお店だよ。もっと工芸品、なんか着物とか下駄とかそういうのが売ってるかと思ったら、めっちゃオタクだった。何が人気なんだろう。こういうフィギュアがさ、海外だとすごい高いの。だから日本に行った人がみんな日本で買っていくんだけど、124ポンドだよ。2万円ぐらいする。クロコダイル2万円か、これね。
だから日本帰ってみんな3000円とかでフィギュア買えるじゃん。そうか、それでみんな買って帰るね。え、そんな半額とかで買える。そうそうそう、半額ぐらいで買える。え、これは輸入してるの？ヘンゼルとグレーテルっていうお菓子屋さん、中がすごいかわいい。ほら、お菓子がいっぱい吊るされてる。うわ、すごい甘い匂いがする。ソフトクリームとかああいう綿菓子とかが買えるみたい。ここ夜はなんかクラブみたいになるんだよね。え、クラブになるんだ。そう、バーになってて、バーの上にお姉さんが立って踊ったり。すげえ、なんだここディズニー、イエーイ何ここ、すごいんだけど。何ここ、めっちゃトランス、やばい、めっちゃテンション上がる。かっこいいみたいな。そう、あのこれでブラジル行こう。行きます。カーニバル。普通にフェスとかで着れそう。かわいい。めっちゃフェスとかに良さそう。めっちゃいいね。下痢が治って超嬉しい。カムデン楽しい。カムデンめっちゃ楽しい。こんなにいっぱいお店があるって知らなかった。赤レンガみたいな、横浜みたいなもんでしょと思ってたけど、そうそうそう、全然違う。一個一個のお店がカオスでユニークすぎて、一点物探したいならここ来るとユニークなものが買えるね。とりあえずスタバ行こうとりあえずスタバ。最後は辻利で抹茶を飲んで締めようと思います。結構ロンドン辻利人気だよね。人気人気、ね、チャイナタウンにもチャイナタウンにもあるし。 Hello, can we get two matcha floats please? Medium or large? Medium. And vanilla ice cream matcha? Matcha. And milk? That's it? うん、私送ってもいいですか？ OK、来ました抹茶フロー。イギリスらしくいきなり雨降ってきてねで5分で止むっていう。もうこの時期は絶対1日1回は降るから、傘はね持っとかないと絶対必要。じゃあチェーズ。チェーズ。あーあーでも美味しい。それで美味しい。うん、でもちょっと控えめな感じだ。うん、さっきめっちゃ踊ったからめっちゃ楽しかったね、うん、カムデン。初めて行ったけどあんなに広いとは思わなかった。確かにね、うん、あんなにお店が永遠に続くとは思わなかった。飽きない、どこ行っても何かがあるから、うん、原宿にもっとクレイジーさを掛け合わせた感じの街やったね。そう、ちょっと今年はもっとこうロンドンにも目を向けていきたいなって思ったね。うん、なんか去年はいろんな国に旅行に行ってて、見返すとロンドンの動画がすごい少なかったの。でもロンドンに住んでるんだから、もっとこういう日常 Vlog とか撮って、うん、もっとロンドンの魅力も伝えていきたいなって思った。ロンドン動画 1,2 本しかなかったのよ去年。でもなんか雪降ったみたいなそういうのしかなくてだからこういうカムデンとかロンドンの中でもエリアによっていろんな顔があるのに全然紹介できてなかったから、今年はちょっとそういうロンドンのいいところも紹介していきたいなと思ったね。うん、ということでいっぱい遊ぼう遊びましょう。遊んでください。今日はカムデン編でした。はい、ロンドン来る方、今年からもっと海外旅行行きやすくなると思うんで、去年はね日本まだ旅行規制が厳しかったけど、うん、2023年はたくさん海外旅行行きやすくなると思うので、ロンドン来る方はぜひカムデン行ってみてください。超楽しい、うん、おすすめです。
絶対。じゃあ2023年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。アディオン。